ルンケルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占行政官区の、リムブルクイコールバイル軍に属す市である。南東側から見たルンケル市区とシャデック市区。ラーン川を挟んで、左下側がルンケル市区、上側がシャデック市区である。ルンケルは、ベスターバルトとタウヌス山地の間のラーンタールに位置し、ラーン川の両岸に広がっている。リムブルク盆ン地の東部にあたり、軍庁所在地である。 ディムブルク、アンデアラーンから東約 8km の場所にある。建て込んだ市街の大部分と旧市街は北に向かって蛇行しながら流れるラーン川砂岩に位置している。ラーン川右岸側の北市街は19世紀以降に建設された。北東部は隣接するシャデックシクと融合した住宅地となっている。 さらに西側は二つの地区が急な斜面で隔てられている。西側はケルカーバッフ工業地区につながっている。この工業地区は隣の指定電子区の振興開発地区にまたがっている。ここでケルカーバッファ側とティーフェンバッファ側の2本の小川がラーン川に注いでいる。町は20世紀に特に北東及び東に向かって拡大した。市は ラーン川のあぜに直接面しており、川の北側と南側は急な斜面となっている。市街地の大部分はラーン川南岸の高度160から180メートルの大地に位置している。ラーン川沿いの最も低い場所の高度は約110メートルである。本市の最高地点は地域北東の離れた位置にあり、高度は約255メートルである。 地域の南部は主に農業に利用されている平地で、ラーン川沿いの森のある草地や南本かの小川もある。ルンケルとシャデックとの間には、干木が茂る急斜面がある。市の北東部は、ほぼ完全に根光林に覆われている。ルンケルは、北はベーゼリヒ及びバイルブルク、東はバインバッフ派及びフィルマー、南と、西は、群長所在地、リムブルク、アンデアラーンと境を接している。 本市は9つの市区からなる。各市区の人工移とルンケル市への合併日を示す。本市の最も古い文献記録は1159年の報道重要章で、その立ち会い人として、貴族ジークフリートフォン・ルンケルの名が記されている。おそらくこのジークフリートフォン・ルンケルが、ルンケル城の築城者であろう。遅くとも1230年には、城塞内に礼拝堂があり、これが、 ルンケル最初の境界建築である。長年にわたる確室の後、1288年にルンケル家とベスターブルク家とが分離された。現在も残るラーン川の席は11世紀から12世紀に水車を稼働させるために設けられたものである。1440年にラーン川の橋の建設が始まったが、ルンケル家とベスターブルク家との争いのために、 完成は1448年まで遅れた。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたルンケルとシャデック城1543年にフィリップ・メラン・ヒトンがビートハク・ヨハン4世のゲストとしてルンケル城に滞在した。宗教改革は1568年になされた。1622年にビートハク・ヘルマン2世が 弟のフィリップ・ルートビヒの領主権を剥奪し、ルネンケル城から放築したことで、カモンは再び分裂した。30年戦争中、町と城は1634年にイゾラーニ博の軍勢によって広い範囲が破壊された。1649年に城塞の館が城刊として再建された。最後のビートイコールルンケ当主フリードリヒ・ルートビヒは好意を得た。 1796年にルンケルで市外戦が起こり、ヘッセンダルムシタット砲白の軍勢が革命フランス軍の占領軍をこの町から追い出した。1806年にルンケル市配置のラーアン川右岸部分は、従ってルンケル市の右岸部分もベルク大公国領となった。ウィーン会議後アムトルンケルはナッサウ公国に編入された。1824年に、 フリードリヒルートビヒコウが亡くなり、ビートイコールルンケーの家系は断絶した。これによりその領主権とルンケル氏は、ビートイコールノイビート家のものとなった。ルンケルのワイン作りは1270年から証明されている。1929年にブドウネ・アブラム氏と源頭に襲われたことで、栽培は放棄された。最終的な栽培面積は35ヘクタールであった。 1860年に、ルンケル最初の貯蓄銀行が、ホアシュスイコールフェラインの名で設立された。1914年から地域に水道が整備された。工業は、遅くとも18世紀から、重要な経済ファクターとなっていた。ビルベラウ近郊のゲオルクヨーゼフ公は、160年間に、渡って、ラーン地方最大の鉱山の一つであった。ルンケル市のカトリック信者は、 何十年も前からベーゼリヒのマリアヒルフ巡礼礼拝堂へ巡礼し、そこで礼拝を行っている。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月1日に、それまで独立した町村であった指定殿、エネリヒ、シャベックが、同年12月31日に、アルフルト、エシェナウ、ホーヘン、ビルベラウが、ルンケル氏に合併した。 デールンは1974年7月1日に州法に基づき本市にが合併した。市区の中で最も古い文献記録が残るのはエニリヒで790年の資料に登場する。以下のリストはルンケルの属した両方及び行政体を外観するものである。ルンケルの市議会は31議席からなる。警察官僚のフリートヘルムベンダーは2007年に 市長に選出され、2013年に再選された。彼は2019年6月16日の決選投票で無所属候補、ミハエル・クレーマーに敗れた。クレーマーは63.3%の票を獲得して当選し、2019年9月1日に市長に就任した。1896年から1900年までフリードリヒ・ヒブーヒ・ヒジープが、 ルンケルの市長を務めた。ルンケル市区の市区長は、エーバーハルト・ブレムザーである。ルンケル城と石像のラーンハシ,シャデック城、福音主義協会の首労となっている、旧暴露、シャデック城の麓のラーンタール鉄道を走行する、レギオナルバーンルンケルには、レギオナルバーンの列車が運行する、ラーンタール鉄道の駅がある。同じ路線のケルカーバッハ駅とアルフルト駅も市内に、ある。 ルンケル市はラインマイン交通連盟のサービス提供エリアにある。2009年にこの交通連盟とヘッセン州の資金で行われた指定電に向かう旧ケルカーバッハ鉄道路線の刷新は鉄道を介しての石灰の大量輸送を可能にした。ケルカーバッハ産業地区は貨物輸送の必要に応じて鉄道でアクセスすることも可能である。以下の修道が ルンケル市内を通っている。ルンケルは、ラーン側の水源地から G ガーラントを通って、ライン側に注ぐ河口までをたどる、ラーンタール自転車道の沿線に位置している。この自転車道は、D 線とリムブルクとの間は、ヘッセン自転車道 R7 号線のコースにもなっている。ラーンタール自転車道は、2009年に、ドイツ自転車協会の自転車道品質評価で、 最高位5つ星の中で4つ星を獲得した。この獲得は2回目であった。ラーン川は、ギーセン近郊のバーデンブルク席からラーン、川里ほど 137.300km の河口までが連邦水路となっている。1842年に完成したルンケル席は、1.24m の高低差を超えるためのものであり、ユーザーが自分で操作しなければならない。 デールン港からラーンシュタイン近郊の加工までの完全二席が備えられた水路が始まる。ルンケルにはヨハンクリスティアンゼンシューレがある。これは初等家庭を含む基礎家庭学校及び統合型総合学校である。この学校は医師で創設者のヨハンクリスティアンゼンケンベルクにちなんで命名された。この他にアルフルト、デールン、シュテーデンに基礎家庭学校がある。 ルンケルの学生は、これより、上級の学校は、リムブルク、アンデアラーンのギムナジウムで学ぶ。ルンケル消防署とシャデック消防署は、2012年9月15日に、統合された。消防団はこれまで、通り、別々に存在している。ありがとうございます。